こんにちは、カノです。今日もですね、オリジナルのリストバンド、これをですね、作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。ちょっとね、見ていただきますかね。リストバンドの刺繍についてなんですね。こういった形の刺繍ですね。で、これはですね、実は白と赤で表現されているんですけれども、黒でね、下打ちをしてから上に刺繍を乗せているんですね。直接このパイルの部分に刺繍を乗せているわけではないんですね。ですから非常に綺麗に表現できているというのがこのリストバンドになりますね。で、もう一つある方法が、こういった感じですね。ジャガードのものという形、ジャガードということは、柄がね、この織りで表現するような形ですね。これはたまたままっすぐの感じですけども、こういったものであるとか、これもですね、白地に赤線と、これもね、ジャガードで作っています。で、このジャガードで作る場合のデザインと、この今お見せしたような刺繍ではどうかということですけども、やっぱり細かいデザイン、ね、場合はやっぱり刺繍の方が綺麗に表現できていますね。で、ジャガードになりますと、どうしてもこういった形で、ね、大雑把な文字が言ったらできデザインしかできませんので、ちょっとね、こういったものですと、ね、なかなかあれなんですけども、ジャガードで結局ね、作っちゃうんですけども、やっぱりデザインがですね、どうしても大雑把になるっていうのが特徴ですね。ですから、細かいやっぱりデザインをリストバンドに載せたい、これようにですね、載せたいという場合はですね、やっぱり刺繍の方が得意です。で、この場合やっぱりですね、最低でも100個以上、ジャガードでもそうなんですけど、100個以上が必要になってきますの で単価もですね、こなれてこやさそうと思うと、やっぱり200個以上必要になってきますね。ですから、1個や2個ではできないと思っていただいたらいいんですね。ちょっとこの辺はちょっと敷居高いですけども、タオルと同じような感覚で最低100枚ぐらい作らないかんねんなっていうことを頭に入れておいていただければ、ね、なんかご注文いただく時でもスムーズにいくと思いますので、そのように思うといてください。よろしくお願いいたします。